攻撃予選か。懐かしい。頑張ってくれよ。赤は取れるけどね。でもなんか明日てか今日、うん、いろいろ人が来る説があったよ。え、どこでやんの？横浜。はいはい。横浜でね、結構やるんだよね。はいはい。で、あれじゃない？今月は神奈川週間みたいになってる。そうだね。完全にそうだね。よし。あいつ、動いちゃったぞ。カナさんのために、ローズタイプすれば。タガットにおけるローズ、決まった。おい、今の痛すぎる。そう、移動ショットを入れ込むと、ああいうこと起きるんだね。当たると思って打ったショット。全然やると思ったけど、次やな。そう、これ、それ飛んじゃいました。離れちゃう。なんかしくっかな。はいはい。サガット東京面白いですよ。みんなサガット使いましょう。この上とかね、もう切り返しに成功しよう。変なじゃん。見てする。早く。ゼロ。やる。嘘でしょ今の。完全嘘。やめてよそれ。あるね。ごくたまにめくれるんだろ。おいしい。おいやめろ。もうおいやめろっていう絵文字ではないっぽいですけどね、それ。全然違いますけど。高さがいいなぁ。相変わらず楽しいな。久しぶりに高さとか使うと楽しいよね。なんか楽できないからさ、高さは。いや、なんか格闘ゲームしてます系だよね。そうそうそう。ストリートファイターをね。弾打って飛ばせてみたいなのが。うん。で、鉄板で小流セビバックスってとこが強い。トンビさんが自分のカラーを模索してる。見たことねえこの色。あべ。おお。EX 玉の読み合いはね、読み合いだよね。空気。顔配信が終わったらしい。もうこんな時間なかった。それはもう終わるだろうね。いかに弾を食らわないか。自分の弾だけを当てる。今のとかね、絶対アッパがしないとダメだね。そうそう。距離が離れればいける。あー、キャノンタイマー。あー、ジャンプタイプ当たってない。わざ、あ、抜けた。減らね。ワンチャンアウト、ワンチャンアウト。もう一回タミオとしてる。あー、飛べなかった。これは厳しい。トンピーさんのおかげだ。画面止まった。よいしょ。一時的なものなので。はい。タイガーキャノンの衝撃。タブヤ。おぉ。やべえ。完全にストコやってたじゃん。そうだね、懐かしいね。
やべ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 。なんという泥じゃ。トムさんしっかり置き攻めアッパーやってったよ。グラスぶしかい最強誇る最強のグラスぶし。だって発生がさ順位の遅いのもね、そうそうそう、厄介だな。いやらしいってやつやね。まさにトムさんもうジャンプダイバーからの捨て早いアッパーからだってしょうがないでしょ俺。ああ、つながらん。トムさんが若干違うキャラ使い始めて、これね、結構見えないよね、やっぱね。なんということでしょう。全く関係ないな、あれだから。右はあれだね、右は殺意に目覚めた。殺意に目覚めた、下がった。ほんとひどい、ひどいと思うよこの。あ、ほんともうあれこそちょっと期待したのにさ、あれだけはないわ。あと寝ちゃうし。ほんとだ。トムさんメモなくていいんで今。まあ相手からしたらもう、おいなんで、なんでアングリッシュだってなるよね。ワンチャンメッセージで。なんで最後アングリしたの。なんか理由あるんですか。あ、こんなこと。うまい。カモンヤさんできる。空気読んでるな。今のってもう絶対ね、アッパカしないとダメ。やーべ、ボブってる、トムチが。地道に、地道に。よし、おお、やばくないな。ちょっと見まして、カメハジ投げてかくなる動きにはどこだっけ。どういうことなんだろう、わかんない。セットプレイがあるのかな、アングリーに。あれ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 、アングリーがガフなんじゃないですか。アングリーがガフ、そうそう、アングリーがガフ。どういうことなの。どういうことなのそれ。ハマるんだぞ。カモミヤさん押してるぞ。カモミヤさんね、カモミヤさん無駄な弱玉が多い。でも使い分けたいですから。この距離は無理だろう。でもガードしちゃう。無駄かな今。わかるって言われるんじゃない。もしかしたらセットプレーとガードができるのかもね。前投げ、アングリー、ジャンプ台系とか。でもなってもおかしくないかもしれないけど、何フレーム将棋なんだろうね、あれって。全体、2、3フレーム。全体フレーム。いや、もっとだよ、もっとだよ。アングリー、硬直すぎあるから。あ、そうなの？うん。アングリー見てから、アングリー見てから何かしを言う？そう、垂直ジャンプで弾よけるのかな、難しいんですよね。だから、それぐらいなら、セビしちゃってもいいかもね。なるほど。負けらんねえな。ザンギは一回負けちゃったな。これ違うキャラ使おうか。ザンギ？いや、いいか。ザンギだ。ザンギのフォークとかお好きだよ。この部屋でザンギ。この上がね、強いんだ。裏切っていく。もう、キャノンやめてくれ。誰かな。おっ、奇跡。たまにある奇跡。たまに起こるんだよね、あれ。あっちゃいけないよ。
ちょっとなかなか EX の使い方がね、 EX の使い方が難しいよね。違う違う違う、ショット。あ、そうだった。あかん。まだ早い。あー、ダメ。消えた。何これ、マジやめてほしいんだけど、そう。お、危ない。嘘でしょ、誰かしらこれ、嘘でしょ、よし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 、この野郎諦めない、最後まで諦めない。今うまかったな、危ねえ、もう自分で捨て配出してんの分かってたからさ、くそ当たるかなと思ったんだけど、あーもうダメ、どういうもんだろう、この差がどんどん前に行く、ザンギじゃないんだぞお前、あべべべ、あああああマジかよ。でもある、あるこれも実際、当たってもうた。いや、ロシアの神様こんなところでも 見放してくれないからね、ちゃんと見てくれ。もうね、みんなね、たまにハングリーを意識するとね、ステローとかタイガー2にあ、もうキャノンとかしてくるんだよね。弾ができない場合はもう飛ぶしかねえ、マジキャノン、マジっすこのこと言うにどっちもってどういうこと。もうね、杉本さんは本当にやらかしてくれましたよ。ゲバヒョ真っ黒じゃないですか。よそ、ちょっと、いやファラット減ったな、ほんとキャノン、キャノンなんてこう適当に倒れにしよう、最初に倒れて打てばいいんですよ。やばい、こいつは肉弾戦だ。そう、今コンビさんが俺の先の教え、キャノンの後はあ、いや、大概2位の後は暴れるなら暴かしろ、さあ減らねえよな。この状況きついな、片方だけ、片方だけ頼んでたよ。おおおトンピさん行くんだ、キャノン、トンピキャノン、キャノンで死ぬ。コミさん、それ教えてない、教科書載ってないよこれ。それ僕の授業にない。まあただやっていくスタイルというね、校長の教えがある。タイガー、タイガー、今日だんだん肉弾戦になってくる。すげえ今の安い、そしてバンブルしてアパカの使い道あるかこれ、まだまだアンビルが溜まった、わー
トンビさん。キミヤさん。キミヤさん。キミヤさんやらかしたか。これだよ。あ、キミヤさんだ。あるある。